えー、天才ノウハウコレクター改め、えー、真夜中の反逆者さん、えー、この度はですね、えー、ドリームアカデミアご入学おめでとうございます、はい、メールの方もいただきまして確認させていただきましたはいいろいろとですね、まあ、書いていただいて、まあまあ、動画でもご案内してたと思うんですけどもうん足りてないところはですね一言で言うならばもうやることをですね おそらくなんですけど東京のあのまあ書いていただきましたけどまあ東京のルノアールでお会いしてからまあちょっと経って変わってないと変わってない自分がいると僕は変わり続けてるという変わり続けてるというかやり続けてるという <laughs> まあ一貫して動画の方は撮り続けてますしまあこれからもやりますしだからまあ昨日ですかね無料動画でも無料動画で あのゼロ一攫千金みたいなの取ったんですけどネットビジネスでお金稼ぐためには形にして何か何かをこう形にしていくっていうことがもう基本ベースなんですよ。でそこに対してまあそのマインドがどのこうのみたいな,なんかいろんなそのできない理由障壁っていうのを、まあ、みんな何個もあってまあそれを並べてできないってことを言うんですけども。シンプルに考えて まあお金稼ぎたいのか人生変えたいのかっていうただこれだけなんですよねうんそう自分の人生変えたいんだったらやるべきだし収入上げたいんだったらやるべきだし、うん、やらないと何も変わらないのでだからすごくシンプルなんですよね収入を変えたいからやる人生を変えたいからやるこれ以外必要性がないですよ人生を変えたいからやる収入を変えたいからやる なななんんんでででですすよでもみんな不安だからきい面白いですよね。不安だからできない。不安だからやるやって不安を解消していかないといけないんですよ。不安だからやって経験積んでその不安を解消していかないといけないにもかかわらず不安だからやらないんですよ。うん。そうめんどくさくても人生変えたいからやるんですよねっていう <laughs> 話で。 まあ、あのみんな複雑に非常に考えてるかなと僕もいろいろ勉強をしたんですけどもこれがないとできないとかね、うん、じゃあできるためにはどうすればいいのかっていう、うん、これがないからできないえどうしたいのやりたいのやりたくないのやり,たやりたいんだったら <laughs> できるためにどうすればいいかだけを考えればいいだろうし、うん、まああのやり方に関してはですねドリームアカデミアでも5万と もういろんなそのテクニカル的な部分から、まあ、マインドからもう全部お話ししてますし、まあ、サポートに関しても、まあ、60歳まで僕やるって言い切ってますのでやりますだからあと24年ですねでこの24年という時間ですよね、うん、これ使って、まあ、稼げない <laughs> まず100%僕はあり得ないと僕は思ってますなぜならば人が変わるのに必要なものって何かっていうと時間なんですよ 何かを習得する経験をする時間が必要ですよねうんなぜ今の考え方になったのかなぜ素直じゃない大人になったのかそれは時間でそのそれだけの人生経験生きてきてその時間の中でいろんな経験をして体験をして今の考え方今の行動に行ってるわけですよつまり今までの僕たちっていうのはいろんな時間を費やして今までの僕たちになってるんですよ だから何に時間を費やすのかっていうのが人生において最も重要で何に時間を費やしたのかで、えー、その後の人生っていうのは大きく変わっていくと僕は思いますうんあのそれしかないですね今の僕たちっていうのは何に時間を費やしたのか僕がなぜ今こういう活動ができてるのかっていうと十何年インターネットビジネスというところに時間を注いだというところですね昨日電話相談もしたんですけど まあその方はね、たまたまその36歳の同年代だったんですけども、まあそのまあ、僕と全く真逆なんですよね。まあ、これからっていう。36歳にしてこれからネットビジネスやりたいってことなんですよ。で僕はもうやりきって、もうある程度もう全部分かってるんですよね。じゃあこの違いって何かっていうと、この36年間生きていく過程の中で僕はたまたま十何年ネットビジネスをやってたっていう、ただそれだけ。うん。だからまあ、ね、じゃあその、 これからやっていく上でその、うん、今から遅くな今から遅いんじゃないかっていうのをねちょっといただきましたけど知れたっていうのはねまずまあラッキーですよねうんまあ僕という存在というか、まあ、インターネットビジネスですねっていうものがあるんだなっていうのを知れたほとんどの人はあの知れない人もいてるんで、うんまあ、そもそもドリームアカデミアっていうのがない あるっていうのも知れない人もこの世の中には5万と言いますからそんな中はまあ僕を知っていただいた、えー、ドリームアカデミアの存在を知っていただいた、うんまあ、これもラッキーですし、まあ、その人生を変えるために何をしなければいけないのかっていうのはドリームアカデミアに入ってるのであとはやるだけですね、うん、あとは分かんないことがあればね、えー、そのご質問あいただければ回答しますし あと、これ、今日の夜ですね、あの、転売、まあちょっと、ドリアカーも入ってますけど、カメラ転売で、えー、カメラ転売だけで、えー、100万ですね、稼いでる、熟成さんと今日会って、多分、音声は、音声対談は撮ろうかなと思ってるんですけど、あります。まあその方もですね、サラリーマンやってたんですけど、えー、人生変わりましたね。今、独立して、独立して一人でやってて、うん、まあほんと自由な生活を、なんかその予定、 吉田さんに全部合わせられますみたいな。いつでもいいですよみたいな。僕昨日言ったんですよ。明日いつかみたいな。明日の18時大丈夫ですかみたいな。もちろん大丈夫ですみたいな。で、これってサラリーマンの方だったら絶対無理だと思うんですよ。うん。サラリーマンの方だったら、いや、この時間とこの時間とこの時間でどうですかみたいな話で。うん。だからそういう時間的な部分ですよね。僕は、あの、最近非常に思うことがあって、普通に生きてると、どれだけ時間の、 もっったいないいななことしててるのかなっていう例えば普通のサラリーマンで働いてたとするならばうん土日がほとんど休みじゃないですかまあ世の中土日がほとんど休みですよねまあ学校とかもそうなんですけどでまあ僕関係ないじゃないですかで予備感覚ないですよも,もはやもう、まあ、お正月とかも関係ないですし予備感覚ないですよ、まあ、毎日遊び毎日仕事みたいな感じなんですけどなんかその予備感覚ないんで 車でピッて出たりとかするとめっちゃ混んでたりとかしてあれみたいなあ今日日曜日かみたいななんかみんなが休みの時に休むと結局その移動する時もめっちゃ混むじゃないですか <laughs> 渋滞であとはみんなが休みの時にホテルとか泊まると高いじゃないですか土日高いですよね同じホテルに泊まってる同じ旅館に泊まっても土日の方が高いんですよ だからこれってあの僕が、うん、最近思うのが本当に損してるなっていうだから自分で稼いでいつでも日程を時間をコントロールできるいつでもこう,ああのこういけるっていう状態をするとそういうその金銭的時間的な部分もお得しかないかなっていう、うん、そんな感じですね。 だからインターネットビジネスを極めるともう本当にどこでも仕事できますしあとはそのうんまあ何もしなくてもというか仕組みができるのである程度もう自動で収入が上がってくる仕組みっていうのは作れますんであとはそれをやるかやらないかですね。僕はインターネットしか自自動でで分がが寝てててもも遊んでても収入が発生する プラットフォームを作れるのっていうのはインターネットしかないのかなと個人で一人でやって、まあ、会社の組織としてね部下にやらせるっていうの手もありますよそりゃで自分がや,やってなくても現場をこう回ってるみたいな組織作りっていうのもあるんですけどやっぱでもそれでもマネージメント能力人をこう、うん、やっていかないといけないっていう給料も払っていかないといけないっていうリスクもありますので、うん、一人で人やっていくってていいくう上で まあいつも言いますけど動画とかまあブログとかもそうなんですけどまあ今こうやって動画僕撮ってる中も8000何百人の僕の動画が勝手に回ってくれて見てくれてる人いてるんですよだからこれでも時間軸を本当に変えられる一つのものかなブログ昔はねブログでしたけどね本当に寝てても遊んでてもブログがお金を生み出すみたいなねありましたけどまあ今もそうなんですけどねだ 媒体を作れるのは本当にインターネットしかないですから、と僕は思ってるんで、うん、頑張っていきましょう。はい。ということで、まあ、いろいろと、あの、初めて習うこともたくさんあると思いますし、えー、わかんないことも必ずあると思います。で、その場合は、えーまあ、この講義見てるんだけど、ちょっとわからないですっていうところでご相談いただければ。 えー、いくらでも回答はできますので、まあ、専用の専用のお対策ホームを用意していますから、えー、そちらから熟成専用のお対策ホームからですね、えー、ご相談いただければと思います、はい。ではですね、ドリアカの詳細はメールの方で記載していますので、ご確認ください,、はい。頑張っていきましょう。ありがとうございました。